皆さんこんにちは、大地です。この4月から第41期というクラスがスタートしてまして、今回も全国からね、非常に熱心な仲間が参加してくれて、ですごく勉強してるね。事前になんか僕がね話してるビデオ見たりとかセッション見たりとかね、でまあ、自分たちも練習もしてきてるしね。でそうすると僕から見たらすごくみんないいコーチでね、知識もあるしアイデアも出てくるし、で話の聞き方も素晴らしいしってなるんだけど、やっぱ彼らに話聞いてみると、いや見るとやるの大違いで、なかなか思うようにできません。でこれすごくいいことなのね。理想があるからそれと比べてできてないってなるわけで、でコーチングってなんか技術的なことだけに意識がいってて、これこの質問すればいいんでしょう、これ聞きゃいいでしょうっていうことだけだったら、まあできるんですよね。でできるけどうまくいかない。でなんでかっていうと、やっぱりそれ以外にも重要なところがいくつかあるからで。でところがコーチングの本読んでても、なんかそれって本当に何をどうやれたらいいのかっていうことっていまいちよくわかんないんですよね。でだから書かれてることをね、まあ本読んでそこにある理論とか学んで、で実践してみるんだけど、うまくいったりいかなかったりするのよ。でそこで諦めずに、であれなんか理解が違ったのかなとか、あとなんか足りなかったのかなとかって思いながら、また振り返るっていうのをやっていくうちに、ああそうか、あの本で言ってたのってこういうことなんだっていうふうに使える知識になってくるんだよね。で自分がね、自分の体を使いながら、自分のクライアントに自分のシチュエーションでこうやっていくときにね、あポイントはここなんだとか、アレンジするとこここなんだとか、あなんか捉え方ちょっと自分が間違ってたとかね、本当はこうやって捉えたらよかったんだみたいなことがね、修正されてきて使える知識にこう転換されてくるんだよね。であともう一個は、体ってね、普段から勝手にいろんな反応してんのよ、過去の経験で。でだからコーチングで新しいやり方だけ覚えてそれやってみても、それ以外のね、まあ 99% はって言ってもいいぐらい、体は今まで通りの反応してる、表情したりとか動きしたりとかさ。でだから実はね、それがね、またねコーチングに望ましくないような動きを自分がしちゃってることもあるんだよね。だからそういうのがいろいろ相まって、こうなんか見るとやるのと大違いみたいになったりとかね、こうするわけなんですけど、でだからね、やっぱりそうやって体がまた作り変えられていってね、自分自身がコーチとしてこの一貫してね、相手から引き出せね、相手のことを受け入れて、で相手に関心持って相手から情報を引き出して整理できるようなこの動きがねしていけるといいんですけど、なかなかね本読んだりビデオ見ただけではそこができなくて、で実践するだけでも難しくて、だから実践して、でフィードバックもらったり、場合によってビデオカメラでね撮影して、あなんだ自分こんな感じで聞いてたのか、もうちょっとこうしたいなっていうのをねチェックしたりとかね、みたいなのもそうだし、やっぱり仲間がいてね、そこでディスカッションし合ったり勇気づけし合ったり、やっぱりね、なかなか自分がうまくいかない期間がある程度はね、新しい技術を身につけてやっぱりしっかり使えるようになろうと思ったらね、思うようにうまくいかないっていう期間ありますから、やっぱりしっかりね、この知識も共有するしね、勇気も回していくような仲間がいるとよかったりとかね、あとそういう人たちとテイク2やったり部分練習やったりってしていくからものになる。コーチングってまあ別にそんな難しくないものだとも言えるんだけど、やっぱり人相手にしっかりこう引き出して、気持ちが変わって行動変わってっていうことをしていこうっていうことなので、上手にできるようになるまでにはそれなりに課題ってやっぱりあるんだよね。だからしっかり練習するなんていうことができる環境もあるといいんじゃないかなということです。あとはね、まあいい先生がいれば、あそこにね変わった先生がいますけど、いい先生がいれば、ね、価値のあるアドバイスがもらえたりとかね、コーチングスーパーバイズね、見てコメントもらったりとか、あとはねコーチングしてもらったりとかってして、自分が疑問だと思ってたものを超えてね、やっぱりやりたいことがねしっかりできるようになっていくなんていうことがあるのかなと、いうことです。コーチングね、学びたいという人はぜひ学んで、でただ理屈をいっぱい学んでしまうとね、この実践した時とのギャップがいっぱい感じられると思うし、でギャップが出てこない人はね、逆にこの自分のことを客観視できてない可能性もあるし、でやっぱ本当にねクライアントにとって価値のあるね、ものにしようと思ったら、実践とそれからね、いろんな観点でフィードバックもらうっていうこととね、でいろんな、トライをしてみて、そこから学んでいくっていうこととね、まあ、いろいろ大切になってくると思いますので、ぜひ、今自分にね必要な環境、必要な刺激というものを手に入れて前に進んでいただきたいということです。頑張ってください。それではまた、バイバイ。